基本主義社会の中に生きてるのに、うん、お金の話を抜きでアートも何もないんですよ、うん、でお金を稼がないことをやんないとお金の稼げるものができないって話、うん、現代アートってなんかでたらめやってても現代アートっぽく見えるっていう問題があるから、うん、文脈に上にのっとってこうなってるっていうことが意外に理解されてないが知性に教えてないんだね 日本にとってこれが最大のテーマだと思いますね。何が銀座の銀座らしさかっていうと、はい、僕ここはね商人の街だと思うんですよ。うん、銀座にあるお店ってだいたい何々店、何々亭、何々堂、何々館、何々屋、何々庵っていう必ず 符号がついてるんですよ、はい、で僕たちは画廊だから廊なんですよね。はいはい、で大体画廊の廊が何でつくかっていうのもウヒッティミュージアムがあって回廊があって廊ですそこに絵を飾ってたんですだからその廊下に絵を飾るっていうことがなんか画廊の始まりだから絵の廊下の廊廊下でで画なるすね、うん、銀座にあるのはみんな画廊,っていう廊画廊っていう名前が浸透してるんですけど確かに今若い現代美術の画廊は。 ガロって名前使えません小山富代とかギャラリーです、ね、ギャラリーで個人名をつける僕たちの時は個人名をつけるかないんですよう,うちは東京ガロ、はい、で東京ガローは、えー、最初日堂ガロの名前です、はい、で日堂ガロさんがあそこの五丁目のとこに日堂火災にお店出てきた時に初めて日堂ガロっていう名前に変えたんですよ、はい、それで東京ガロっていう名前使わないんで、はい、うちの父が長谷川 仁さんという初代の社長が山本、はいはい、東京画廊使うかって言ってもらったらしいんですよ、えー。あ、そうだったんですか。そう,だからうちはそもそもすきやばし画廊。銀座が弱いのはこの現代美術なんです。ほう。あの現代美術の画廊っていうのは、うちと小柳さん二件ぐらいじゃないかな。あ,あ、そうですか。ほとんどの現代美術の画廊は、うん、あの六本木とか天王洲とか。あの、ちっちゃってますから。はい、だから現代になって、現代美術は。 銀座は非常に弱いっていうのがありますねそれはどうしてですよ家賃が高いからですなるほどやっぱり家賃は銀座が一番高いじゃないですか、はい、そうするとその家賃をなんとかしなきゃいけないからコマーシャル画廊はそれだけ売らなきゃならないんだけど、はい、現代美術なかなか売れないじゃないですか、はい、日本で、はい、それで家賃が高いところに出れないんで、はい、自分たちでペイするような家賃のところを最初入ったんだけど もう今銀座の画廊より売り上げが上がってる現代美術の画廊が増えちゃったんで、うん、でも彼らはやっぱり銀座には戻ってこないいと思いますけどね、うん、ずっとファッションの仕事をやったんですけど、うん、ファッションも確かに、うん、まあこれちょっと時代はずれますけどずっと代理店が輸入してたわけじゃないですか。<laughs> グッチとか、やって、<laughs> まあ、日本の代理店が一生懸命育てたブランドが。あれが近代なんですよ。現代は全部そうだけど。大元の日本法人が。で直でやってる。はい、それで、さんも、富山さんが亡くなった原因はそこですか。それですよね。はい、みんなもう時計の代理店さんなんかも、みんな潰れましたよ。な、うん、並木通りは、ほとんど外国の時計屋さんですよ、ね。ばっか、もう直、あれ、みんな直ですよ。はい、で、みんな日本の代理店さんが育ててきたブランドですけどね。はいはい 山田さんの「銀座の寿司って本を読んだんです<ー>寿司っていうのはもともと江戸時代に、はい、いあのファーストフードとして出たんですけど、はい、今やですね三つ星になるくらい、はい、で世界でファーストフードが三つ星になってるって寿司しかないみたいなんです司の中にも江戸時代近代それから現代っていう3つの寿司のカルチャーがある、はい、カルチャーを マトリックスにそれぞれぞのお店ででやってみたんですよあーなるほどそうだから<あ>例えば食だと寿司と天ぷらとうなぎそれから洋食が明治以降入,、ね、入ってきますで洋食が各国の,フレ,あのフレンチが入ってきたのがアキシブソニービルのアキシブそ,そ,れそれから,キれから三木本のレカン,レカンそれから資生堂の、はい 今のね、その3つがフランスから直に来たんですね、はい、それまでは洋食っていう翻訳の西洋料理しかなかったのは近代の銀座は洋食洋画それから洋服全部洋がつくんですよ。でそれがその近代なんでそれをものとことと人と3つで全近代近代現代を交差点で見ていくと。 銀座っていいうのは非常に面白い街だな,っていうのはな確かに不思議なミックスがこの近代で日本が生まれたとだから中国も古美術と近代美術と現代美術に分かれて、はい、でそれが大体時代的に言うのは江戸時代までが古美術で近代美術っていうのは明治から明治維新から昭和の中頃まで。 戦前ってことですね。そ戦前ですね。はい、そこまでが近代美術で、うん、戦後からは現代美術と。大体こんなふうにアバウトに区切られてるんですね。うんうん、で、日本の面白いのは、古美術の中に日本のものだけじゃないものがあるってことですね。うん、長い歴史の中で中国、韓国から来たものを、はい、日本の中で持ってるわけですよね、はい。元小当たりってやつですよね。これが今10年間で何百億出たかわかんないです。はい、それでまあ近代になって我々はアブライっていうのが学んで。うん 油絵が入ったから日本画っていう概念ができたんですで今は日本画がほとんど作り方が溶画になっちゃってるから、はい、近代以前の本当の日本の絵はもう死滅状態です、うん、いわゆる水墨画を描ける人がいなくなっちゃった<ー>ところが中国は今水墨画を描ける若い人たくさんいます私の父が1977年にマガイヒ・タクホンっていう展覧会をやりました<ー>紀元前2世紀から えー、紀元後3世紀まで、はい、この間で中国のいろんな間いですから崖に、はい、あの掘った字を、うん、墨で拓本取るんですね<ー>明治の時代に日本人が中国で取った拓です。<ー>台天台さんっていう皆さんが書教教育を受けたた時の教科書を考えた人です<ー>でそのコレクションをうちで飾りまして、はい、一番奥の大きいやつが「皇太后妃」という これが<う>教科書で習う,そう,そうこ,こう国、こう対をそう、よく知ってます、はいはい、日本人は一度も文明作ったことがないんですよ国を作るんでも律令体制とか漢字とかすべて中国から来てますから、うん、江戸時代までは中国文明、中華文明の上に僕たちが文化を作った、うん、明治で西洋文明が入ってきて我々は中華の文明から西洋文明に乗り換えた近代を買ってきた世代がもう。 80超えましたから、はい、この人たちが近代美術買わなくてそれより若い世代は現代美術買うんで、うん、近代のマーケットが縮小しちゃってるわけですよ<ー>だから値段が下が下ってきてき、うん、だから世界マーケットにどうやってこれを向けるかということをしないと日本の近代っていうのはこれから危ないんじゃないかな。国も韓国も韓 日本でで近代を学んだわけですよね、うん、あの中国人の留学生もたくさん日本に学びに来てますから,から、ね、その人たちがそれぞれ国へ帰って尊文とかかも来てたわけですからねそうそうですだから近代美術っていうのはそういうアジアの中では日本がどういう役割をしてるかっていうのを本来は美術館もしくは文化政策でちょっと訴えていかないと。 将来中国が全部持っていちゃいます東アジアの伝統的な書もそうだし日本画といってもまあこれも中国の海外の影響随分あるじゃないですか、はい、それに対してこう西洋をとどう融合していくかっていう,そうです最初の窓口として実験をやってきたのは日本なのにそ,そ,その努力が全部今忘れられてなんなら中国に持っ,て持,持っていかれるい持ってかねない状況だと。うん マルセディシャンっていうと出てくる便器にただ「R マット」ってサインしただけの作品は便器を選んで、うん、そこにサインをして展示をするというアイデア自体が作品で R をやっちゃった人ですよね。うん、完全に物から離れちゃったそうヨーロッパのあの文化っていうのはただ単に美術が美術であったわけじゃなくて哲学とかいろんなジャンル とののの関係の中で美術っていうのは出来上がってるっていうそれを理解しないで真似るからただ単にめちゃくちゃやってるのがアートだよみたいに思われてるじゃないですか。もう,そうじゃないです、ねはい、あの美術品っていうのは自分が商品だと思っても第三者が商品にしようっていう意思がないと商品化できないからできればギャラリーみたいなところもしくはそういう関係のところでやると。物を作っているアーティストたちに これは世界性の中に載ってるかどうかっていう判断は僕たちがあるけど、うん、本人たちがそれにのっとった作品作りしとかないとで,すよ、ね、できないってことですねアートの買い方っていうのはこの絵は今買いいいにくいっててうのが,がての今まで僕たちの歴史を見ると買いいににくいものののが次の時代エースなる<ー>それをね是非皆さんにねあの体験してもらいたいな 日本のアカデミズムはお金の話したくないんですよ、うん、不潔だって言うんですよ、はい、その美術品っていうのは純粋なもんだから、うん、純粋なものに山本さんは価格の話するから、はい、不純だって資本主義社会の中に生きてるのに、うん、お金の話を抜きでアートも何もないんですよ、うん、この資本主義社会っていうものをちゃんと理解した上でアートをやらないと、うんうん あとはお遊びになっちゃうから、うん、お金を稼ぐこととお金を稼がないことを分けろとで、お金を稼がないことをやんないとお金の稼げるものができないって話してるそうですねお金のできるものだけやると、うん、マーケティングになっちゃうから新しい創造ができないんですよお金にまつわらないことをやるから創造性がんでお金にまつわった時点でもう創造性失われますからその区分けを明確に持って ビジネスとアートの話しなきゃいけないんだけど二つ問題があると思ってるんですよ一、うんはい、つがさっき言ったようにアート現代アートってなんかデタラメやってても現代アートっぽく見えるっていう問題があるからこの文脈に上にのっとってこうなってるっていうことが意外に理解されてたけど、はい、教えてないんだねそもそも教えてないんですよ、はい、美術大学の入試もうちょっと難しくした方がいいんじゃないかって 実技だけで入るのやめたらどうかって言ってるんですよいやもう正しいところもうちょっと世界史とかそうですあの美術史とかねやった方がいいんじゃないか、うん、それからもう一つは金じゃないよ、うん、主義があるわけです,そ,ですその時に必ず言うのがアートは感性だとか、はい、あの創造ク,クリエイティビティだとかって言うんですけどそりゃそうだけどって話じゃないですかそれで飯を く,くっていくとか、うん、それをこうみんなに広めていくっていうためには、うん、やっぱりこの2つ必要じゃないのとそう僕が今教えてるのは芸術文化学科っていうところを教えてるんですけど、はい、みんな作る側じゃないんですよ。はい、いわゆる学芸員になるとかそういう人たちの学科だから、うん、マネージメントを考えるんだったら最低経済学勉強しろと言ってるんです。対借対象表と損益計算書の 読み方方を教えた方がいいいっていうのそうするとこの会社はどのレベルにあるかが分かるから日本の美術もそうでどうしてもさっき言った腕を手を動かすことが中心になっちゃってて頭を動かすことがおろそかになっちゃってるから、うん、クリエイティビティっていうのはその単純に感性だとか想像力だけのもの大じゃないですよね。感性っていいうのは作るもんじゃないんですよ、はい 僕たちは理性を作ってるうちに感性が出て,<う>出,て出てきちゃうねじめ出てきちゃうんですよね。ね何か感性っていうのは絶対的に独立したもので生まれつきのもんで、うん、よく才能っていう言葉ともごっちゃになったりもするんだけど変わらないように思ってるけどそんなことないですよね。いやもう全くうねその三歳まで理性的なこととかでまた変わってきますよねものの感じみんな美術の知識は持ってるんだけど。 美術が知性にななってないですよだからこの美術を知性にするってことが日本にとってこれが最大のテーマだと思いますね、うん、でその知性が世界の友達を作るきっかけになりますから、うん、世界の人たちは俺はピカソ持ってるお前もピカソ持ってる何のピカソを持ってるその何のピカソでこの人は俺とコミュニケーションできるかってことが入るわけですね。世界の 人たちと、お友達になれる。はい、でね、お友達しかないっす、世界を変えるの。お金で結びついた人は世界変わりますね。あ、な、と、それ、そうですね。うん